あ、ほら、直撃です。直撃。あー、おー、わからんか。7つの大罪の設定録音打ってちゃんと当たってちゃんと出せるのか。ほら、おっと、多分ね、おっと、これめったに出てこないですよ。そうですね。チャンスゾーン非経由直撃ってことですね。直撃ってことですね、はい、ってことで458枚で終了です。今のところ通常時その周期到達までの間っていうのはほとんど設定差感じられないというところですね。そうですね。あ、 AT 中も設定差は感じられないと。感じられたところは周期到達からいきなりボーナスが出てくるところと、ボーナスで白7が出てくるところ、まあ、これだけでもね AT 当選率、それからボーナスの出現率変わってきますんでね、そこはまあ間違いないんじゃないかって思います。さあ、そろそろ入れましょうか。そうですね、周期到達、まあ池田店長の台いいところ一つ挙げるとすれば直撃のボーナスがあったというところですが、そうですね、はい、どうかな。おっと、やってしまった。ああ、大丈夫。あ、チャンス目ですね、はい、アイコン2つ目。結局そこからのチャンスゾーン当選率は設定差ないように感じますね。そうですね、6だからって全然チャンスゾーンに行きやすいとかないですね、うん、ないですね、全くないですね。全く持ってないですね。全くないですよ、ね、だからチャンスゾーンによく行く台は設定録とは言えないと思います。はい、そうですね、はい、2人で並んで設定録をお見せする動画っておそらくないんで。ないですね。結構いいものを見せてると思うんですよ、うん、確かに確かに。あ、展開は全然いいの見せれてないですけど、ね、はい、いや、そっちの方が多分リアルでいいと思いますね。まあ、あ、カットイン。お、あ、そこはチャンスゾーンに行きますね。これはちょっとありそうですね。ああ、あ、お、だからこれ直撃なんですよ。そうですね、だってボーナス2回あって2回とも直撃ですよ。これはちょっと皆さんありそうですね。設定6は直撃きます。きますね、はい、うん、っていうかチャンスゾーンゼロじゃないですか。ゼロっす。チャンスゾーンゼロで、チャンスゾーンゼロでボーナス2回でしょ。ありえないですからね、こういうの。どんな展開っていう。いや、しかもそれ、うん、ちょっと白7でも出てこようもんならもう、ね、見せますよ、はい、これが6ですよ多分。あ、まあまあ、でももう明らかに設定録は直撃がやっぱ多いっていうのを言えます ね。だからボーナス出現率の違いはここで出てますよね。おお、上がった。これはそれは上がるやつ、はい、赤。あ、紫。お、紫、熱。きたきたきた、熱いっすよ。おお、これちょっとめちゃくちゃめちゃくちゃドキドキする。てかベルで上がる。いや、確かに確かに、ベルじゃなかなか。いや、確かに確かに、そうですね。さあ、これちょっと、いや、これはここ、いや、右にいるだけ、右手でちょっと、はい、わあ、一瞬金に見えたけど真ん中やった。いや、きつい。そういうとこですよね。あ、でも、おおおお、あ、それは当たるやつじゃないですか。熱い。お、熱い。熱いよ。いや、もうめちゃめちゃ強いチャンスアップです。これはもらいましたか。あ、もう大丈夫です。はい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 。あ、いただいちゃいました。これはこれはね。はい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 。はい。よしよし、いや、ようやくでも池田店長、実は僕よりも大事なところを見せてて、はい、まあまあまあ、まあ、確かに直撃2回というのは非常に貴重だと思いますね。そうですね、絶対見れないですもんね、あんなもん普通の低設定じゃ。これは6の挙動だと思います。いや、間違いない。これはさあ見せてくれよ。さあ出るんだろうな、いきなり1000枚2000枚出すんだろうな。いや、まあまあ出しますよ。お、
赤ゼリー。さあギーラ楽勝ですよ。まあ楽勝ですね。楽勝ですよ。まあしっかりいきましょう。ここは、はい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 、あうん、防御攻撃防御攻撃っていう、いやこれはちょっとゲーム数だけを稼いでる感じですね。いや確かに。ただあと2ゲーム、おーおーいい。さああと1ゲーム、おいワンチャンあるぞ。あーいった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 、よし、はい、ありがとうございます。いや、いいっすね。B ランク。まあ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 ですね。じゃあ今度は私の方が通常ゲームをお見せする番ですね。あんまり AT に興味ないでしょ皆さん。もう AT は知っとるとAT 設定さないでしょと。あの打ったことない方はね、どんな AT か見たいという方いらっしゃると思うんですけど。ああどうかな。うわきつー。うわーちょっとこれはしんどいよ。いやーきついね。もうやめてますねこれ。そうですよね、うん、ちょっと別の台見てみようかってなってますよね。さっきちょっと言ってた、はい、推し順ナビが出た時に積み図柄が揃いやすいっていうのはあれは勘違いですね、多分ね。たまたまですね。まあ確かに。その後全然ですもん。腹立つぐらい揃いませんもん。6は甘いっていう感じもしないですけどね。そうですね。池田店長、これやったら全然全6しても怖くないんじゃないですか。いや、まあ怖ないですね。ただ回されるかどうかわかんないですけど全6でもその恐怖ですよ、むしろ全力なのに、はい、総回転が2003年しかないって寂しいですよ、ね、全然ありえますからね。ただ実は、はい、オール4頃は全然やったことあるんですよ。あ、これですか、はい、その時って実際やっぱ稼働がいつもより高くなったりしました。まあ、動いてはいましたけど、はい、バカほど出ましたね。出ました出ました。あ、出たんですね、はい、ちゃんとバカほど出ました。あ、じゃあ1日打てばちゃんと出る台なんですね。そうですね。すごいですね。こういう台でもちゃんとオール4頃やってるっていう。いや、やりますよ。こういう台って言ったらあれですけどちょっとそういうのって、はい、でも気づかれるまで相当時間かかりそうじゃないですか。まあでもやっぱり今のなんかこう、はい、正直こう6号機のスランプもそうですけど、はい、やっぱちょっと安定しやすいじゃないですか。そうですね、右肩上がりに。はい、でそれで結構見ていただけるユーザーの方って結構多いんで、あー なんとなくこの店ならこういうところにも入れてそうだぞとかですね。そういうものをちょっと狙いにと言いますか。あ、確かに池田店長の場合分かんないもんな、どこに入れるとかえ、こんなとこにっていう時もありますもんね。そうですね、うん、さあ来ました、アイコン3つ。まあ普通にチャンスストーンの期待大っていうところですよ。そうですね。あーっていうか全然、いやもうそれ以上いかなくないですか。行ってないですよ、行ってないですよ、これ以上に。はいはいはい、さあやっとこれが、ええ、まさか、嘘、まさかです。嘘よ、嘘やん、ちょっとマジ、あそこでボタン出て外すってマジかよ、すごいっすよ。7つの大会1000回転回してチャンスゾーンゼロですよ。ゼロゼロある、こんなこと。さあじゃあこっち行きましょうかね、はい、おおおおお、アイコン3つで僕もなんやかんやチャンスゾーンまだ1回しかないんですよ。そうですね、何が選ばれるか。あ、ほら、おお、直撃です。直撃、これやっぱ濃厚っすね、これは。だからもうこれは明らかだと思います。うん、2人で直撃が3回、3回目です。でチャンスを1回だけ。そうですね、要は通常時ボーナス4回引いてるんですよね。2人で4回当てて、はい、4回中3回が直撃、はいはいはい、4分の3直撃ってありえないじゃないですか。そうですね、普通7つの大会これがまあ6じゃないかなと思います。というん、ことで僕まだボーナス2回目です。これが赤か白か、ここは赤でしたね。まあ、赤白の振り分けは
6が白が優遇されてたとしてもそんなポンポン来るはずはないと思うんで、 そこはまだ微妙なところですね。あでもこれは非常に、まあ、有益というかなんとなくそうなんだろうなっていうのは感じてましたけど、ね、実際じゃあ設定6を打ってみようってことはできないんで、うん、これはいい経験になりましたね。あとはちゃんと設定6を入れる店と出会うことですね。そうですね、うん、そういうことですね。あと設定6を入れてるんだったらこういう台は動かさないと分かんないんで、なんかこう合図を出してほしいですよね、うん、設定6入れてますよって言えないですけどはいはいはい、はい、あるかもよっていう合図を ね、はい、はこう6を入れてるコーナー箱をちょっとこう角度変えてみる、ハの字にしとくとあからさますぎるでしょそこだけしか行かないです誰も6かもよっていうなんかでもプレイヤー的には違和感が欲しいわけですよ。まあまあ、分かります、これですよじゃなくてこの辺にあるかもよぐらいの、うん、追いかける根拠のプラスアルファが欲しいと。そうなんですよ、ほら、うん、オシジュンベルで上がった、これはたまたまなのかな、さっきもね池田ベッチョで上がってましたけど、うわお、さあ赤までいった、残りまだ12ゲームあります。じゃあいきますよ、ここはもう当てますんで、まあ大丈夫でしょう。ああと違うやん、あとああ次回予告、さあ次回予告はさすがにですよ。まあね、これあれなのかな、さっき池田店長のボーナスは金まで、まあ、マックスまで1個いってて、はいはいはい、それ選ばれなかったんですけど当たったじゃないですか。そうですね、黄色か緑かなんかで、うんうんうん、この他の色が強い時はそれ以外が選ばれた時もちょっとチャンスだったりするのかな。あるかもしれないですね、な分かんないですけど、うん、今日おお、かっこいいキング、あ、はい、じゃあ2回目の AT となります。じゃあ最後はこの7つの大罪、まだ打ったことない方のためにめちゃめちゃ AT 面白いよっていうのをお見せして終わりましょうかね。時間的にも多分それくらいだと思う。いやいや、まあ、まだまだ終わらせないですよ僕ははい、その間じゃあ通常ゲームあの設定6っぽいところたくさん担当で通常担当で追いついてきてくださいよ、追いついてきてください、本当にそうっすよ。僕おとといこれ2400枚出してきたんですよ、はい、おいきなりデリレアク、これが今1段階で赤まで行くと2段階で3段階まで行くとフリーズですね。でフリーズも約1万6000分の1なんで割と6コースとしては引きやすい確率なんですよね。あ来ましたね、パトウォーク初めてじゃないですか、はい、初めてです、1100ゲーム回して初めてのチャンスゾーン、すごい1100ゲーム回してやったあ、エリタリス覚醒、覚醒いった、それで決まり、おい、マトホークチャンスゼロですよ結局どういうことですかこの展開、あれですかね、はい、ボーナスエリザベスパトホークなんですかね、選ばれやすいわかんないですけど、はい、だってパトホーク1100回して、なんなら2人で2000回転ぐらい回して、はい、パトホーク1回だけです、1回だけです、1回ありえないでしょどんな展開よマジでこれ、まあまあいきます、あるのかな、はい、最後しっかり AT で、ね、締めくくって、まあここで行こう、面バトル当てましょうかね。でせっかくなんでね、ホークチャンス、キングホークチャンス、ホークタイムか、ホークタイム、キングホークタイム、まあ、この辺りぐらいまではちょっとお見せしたいと思います。はい、おお、オール緑、おお、まだ残り15ゲームあるじゃないですか、まだ15ゲームあります、これは強い、これはモロタザ、あ、いった、強制赤2つ、はい、これはモロタでしょう、まあ、池田店長はしっかりね右以外を選ばれるはずなんで、まあまあまあ、それはね、はい、それはね3分の2ですよ、それはね、はい、そんなもう
見せ物じゃないですよ、当てますからもうちゃんと赤でお願いします。やめて、まあまあまあやめて。おお怖い怖い、これで外れるとかないよね。なくはないけど大丈夫だと思います、さすがにね。あれなんもないな。おっと振りとか、おお綺麗ですね。はい、おお怖い。いやでもこれはこれでね、お互いこれで AT を消化できますんで、はい、まあ何やかんや言ってもやっぱ展開ちょっと見せないとですね。まあまあそうですね。さあじゃあ僕もちょうど AT 中で池田店長も AT なんで、はい、ここからはどっちが出せるか、はい、そうですね。まあまあもうこの辺はね、はい、勝負しましょうか。まあまあしっかり勝ちますよ。そんな簡単に言って大丈夫ですか。いやいやまあまあしっかり勝ちますよ。収束があるんで僕の場合ずっとへこみ続けてるという、はいはいはい、こっからはもう出るしかないっていうことです。もう右肩上がりのスランプしか見えないですね。では終盤戦、はい、AT 出玉対決、はい、いきます。そうですね、いきましょう。さあできれば特化ゾーンをね見せてないんで。そうですね、どっちか出したいですけどね。いや厳しいよちょっと。あーフルカウンター出てきた。ここはフルカウンターで一発で決めるか。デッドオアライブです。3分の1で勝ち、3分の2でもう負け。いきます。うわこれはしょぼい。これは326枚でした。もう抜くでしょ、もう負けそう、もう抜くでしょ。326枚、もう一個で待って。うわいやあんま変わらない。これ泥試合やな。泥試合っすよ。泥試合やな。ドロドロやでこれ。下手くそか本当に。いやなんなんすかね、なんなんすかね、このやりきれない感じ。どうしますか。謝っときますか池田店長一回。いやすいません、すいませんほんまにすいません、すいません、ほんまにすいません。ただこれでマイナス250枚で進んでるっていうのも奇跡ですね。いやいやもう6だぞ奇跡で、奇跡でこれで進んでるって。いや、まあ、確かに普通だったらもう1000枚2000枚負けてもおかしくないですよね。そうですよね。あれ、え終わりましょうか。マジで終わりましょうか。もうなんかあの半分分かってました。なんかもうなんか僕らこれ以上打たない方がいいかもしれない。いやそうですね、あの余計なんかあの沼にはまっていきそうな。これぐらいで、はい、なんならあなるほど6は直撃がよくあるんだね、うん、分かった分かったぐらいの方がそうですねいいかもしれない。このまま直撃次もう見せれんくなった時、はい、地獄絵図ですからね。そうですね、はい、というわけで、またエンディングの方でちょっとね設定録を打ってみた感想をお話ししたいと思います。はい、実際ここで終了です。はい、ありがとうございました。はい、実戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、あの、はい、何も偉そうなことは言えないんですけど、まあ今日は出玉勝負じゃないんで、そうですね、はい、出たか出なかったかはさて置いといて、はいね、まあ、今回設定6の7つの大敗を2人で打ちました。うん、でまず打ってて、はい、あこれはちょっと6っぽいんじゃないかなって思ったところがいくつかあったじゃないですか。そうですね、はい、やっぱり僕が最初に感じたのは最初のあたりでいきなり白7のエピソードボーナスが来たというところ、はい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 、これはやっぱり普段打ってる7つの大台ではめったに見れなかったボーナスなので、分かりませんよ、分かりませんけど、もしかしたら初当たり時その白7が選ばれる可能性は6の方が高いのかなっていうのが一つこう感じれた部分ですね。はい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 、まあ、当たりが少なかったので、はい、まあ、ちょっとサンプルとしては非常に乏しいものなんですけれども、まあ、過去にその高設定っぽい7つの大台打った時も白7を引けてたんで、もしかしたら設定6は他の設定よりも白7来やすいのかなって思いますね。はいはいはい、あと池田店長感じた部分はありましたか。まあ、僕はそうですね、まあ、初め開始1200ゲームぐらい、はい、ちょっとあのチャンスゾーンが全くなかったので。そうなんですよね、はい、チャンスゾーン経由してボーナスを当てて AT に突入させるゲーム制やのに、はい、チャンスゾーンが永遠に来ないと。そう、その代わり直撃の赤田のボーナスが来ると、はい、そうなんですよ。だからチャンスゾーンよりもボーナスの方が多かったんですよ。いやそうなんですよ。だからここは明らかに設定差があるところだろうなって思いましたよね。はい、プライベートであんなことならないんで。ないです、ないです、はい、
ね、まあ、今後その7つの大罪打つときに直撃がやっぱりポンポンってきた台は6かもしれないと思っていいかもしれないですよ ね、 うん、明らかにやっぱ、はい、今日2台並んだからこそ見れた挙動やったのかなっていう、そうですね、うん、はい、という感じで、まあ、なかなかこう普段楽しめながらもなかなか勝ててない棋士の検証っていうのを今回させていただきましたが、こういうのって面白いですよね。まあ面白いですね。解析が出てない機種だからこそ、はいはい、解析出てしまえばもう見たらわかるんでね、うん、だからまたやりましょうよ。そうですね。ちょっと僕もこの台やらせてくださいって言っていきます、ね、はいはいはい、わ、はい、かりました。逆にあれですよね、うん、コメントとかでも欲しいですよね。あ、そうですね。こんな機種見てみたいとか、この台の設定録を見てみたいとかっていうのがあったら書いてくだされば、そうですね、あのそれ参考に打っていきますので、はい、皆さんからのコメントもぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで今回はこの辺りで失礼したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。